スケさん、シマンチュさん、エンちゃん、ヌ、ムーチョさん、アサカさん、クユキさん、カエルサンタさん、アイギフト、ユウちゃん、かわいいギフト、ナカナさん、バオバブさん、トモユキさん、チコちゃん、ナラブさん、クマとパンダ、ジリアさん、かわいいギフト、竹まつるさん、ありがとうございます。これはね、なんかここに網がある。なんか初めてやった髪型。ね、東京2日間連続はなかなかない。まさひろさん、おいでませ元気さん、あかりさんとさん、くま、まもるさん、くゆきさん、ありがとうございます。メールも送ります。そう、今日はラジオがあります。今日もラジオがあります。紅茶、1時半からです。たーさん、ナラブさん、ラブレター、ありがとうございます。かわいかったです、ありがとうございます。楽しそうでよかったわって。そうね、なんかみんな一人一人気合を入れて行動してくれていたので、こちらも楽しめましたよ。今日のねフェス、なんか初めてぐらい、なんか初めてな感じだった。フェスの会場というか楽屋とか、楽屋なんか他のアイドルの人と、ね、同じ部屋って初めてやったね。うん、います。しれっと、しれっと言います。しれっと言いました。今ツイートしました。しれっと言います。子供は映らないで。9時以降映っちゃダメよ。私大人です。9時以降映っちゃダメ。ずいぶん昔の話。9時以降映らないで。ずいぶん昔の話。今日はなんか前髪が伸びたな。私鏡代わりにしないで。うん、そう、なんかね初めて、なんかどんなフェスでも大体ね、うん、楽屋は STU だけやったけど、うん、今日初めて。一緒でしたね。みんなでよーし、そう、初初ずらんで。なんで？あ、また出た出た出た。なんで？出た出た出た。昨日からこの子ちょっとうざいんです。昨日からじゃやめて、そんなことするの。昨日からちょっとなんかもうイラつかせてくるんですよ、わざと。いや、わざとではあります。悪意ある。こちらは悪意はないです。悪意ある。悪意はないです。訂正します。イラつかせてくるんですよ、昨日から。そんなことはありません。ありますね。地団だ踏むんですよ、この子。もう地団だ踏む。ガキなんで、もう地団、道路で地団だ踏むんですよ。そこ道路取られました。うん、教えてよ。地団だ踏んできます。確かに自分で見直したら、あれはうざいです。自覚なかったらしいです。はい、自覚なかったです。すいま
ませんでした。道路で地団駄踏みます。申し訳ありません。そうなんです、地団駄踏まれました。クソガキやないか。昨日ね、時間なんか昼夜逆転じゃない？うん、結構マジで2日間昼夜逆転生活、なんか逆転しとる。私は今日まで、明日までか、もはや、うん、逆転します。そうね、昨日は今の時間に踊っとったって考えたらやばいね。やばいよね。やばい。9時半からなかなかないよ、ね、今の時間踊ってました。もうフェスなうや昨日。まあでも金曜やけんそれの方が良かったんかな。うーん、確かに。そう、昨日お腹すいたかも、やっぱ蒙古タンメンを今日食べたんですよ。そうなんです。三好さんは初蒙古タンメンです。初蒙古タンメン、初蒙古タンメン送ってあげよう。メールでね。うん、辛いものはむくむんですか？人によりき。だってそんなん言ったらさ、韓国人の人とかさ、むくんでなくない？別に。確かに。なんなら逆よね、うん、汗かいてみたいな感じよね。そうだよ。辛いのは悪くないか。玉木さん、川上さん、エスポーさん、牛田健一さん、スマイルさん、ナルブさん、アイス、ミルシさん、ミノルンさん、ナルブさん、ありがとうございます。そう、あ、もうお腹が鳴りました。ぐるぐる言います。そう、今お腹鳴らせるかもしれない。あ、でももうその息は超えたかな。あ、まだだ。じゃあお腹空いてないかもしれない。難しい。ハロー、ハロー。もうこたんめん言うて久々やった。前に食べたの最近だと思っとったけど、5月とかやったけん意外と時間が経ってました。うん、であれを食べたのがね、夕方、まあ昼が過ぎとったよね、うん、やけんね、今そんなお腹空いてないで踊ったけん、そんなにお腹空いてないんですよ。そうなんですよ。そんなにお腹は空いてないんですけどって感じ。アリちゃんも同じよね、うん、同じ蒙古タンメン、ノーマル蒙古タンメン5から、ここからえさ、6、卵も入ったらの6からの方悩んだんやけどね、ちょっと久々やし、まあ一応フェス前だしと思ってノーマル食べたけど、やっぱもうちょっといけたなと思いました。え、ゴジラバーガー食べたい。新しいやつ、今日からやっけ。うん、口から火が出そうなぐらい後から辛くなったって。嘘つけ。
ゴジラバーガー、うん、あれがかからんや、嘘つけ、そんな辛いん。ほんとかいな。ファイヤー麺、でもさ麺さ多いと思ったけどさ意外とでも食べれたよね、うん、ペロリと、うん、多いかなと思ったけどペロリと食べれました。最初は絶対多いと思ってるね、うん、でも意外とこちらは食べたい、プリンに食べたい、食べたい、メール送ってないことなんかあるかな、そうね、サラは蒙古タンメンも、アイちゃんは辛いけどサラは辛くないって言っとったけん、うん、もっといけるかもしれない。さすがに辛いのは分かりましたよ。でもちゃんとうま辛じゃない、うん、なんかそんななんかもう辛いみたいな感じではない、ちゃんとうまみがある辛さ。もう辛くなかったよ、サラって。うん、すごいレベチです。別になんか辛いのは分かるけど別になんかって感じ、うん、だってスープ全然飲めても本当に辛いやつはスープなんて飲めん、うん、まあ確かに。そういける辛さって感じ、うんうん、いけん辛さではないけどちゃんと辛かったですよ。スープのなんかちゃんと飲もうと思えば、うん、結構飲みそうなぐらいうん、まあ確かにやったけど熱いか辛いか分からなかった最初は。やめといた。なんかこんにゃく麺に変更みたいなの書いちゃって悩んだけど、うん、でもうーんってなった。こんにゃく麺はまだ蒙古タンメンだからなってなりましたね、うん、やっぱカップ麺と辛さ違う。カップ麺はさ辛いと思ったことなかったけど、うん、ちゃんと辛かったですお店のやつ。あ、マジ、うん、違うんかな。まあさすがに店とあれじゃカップインスタント、うん、カップ麺じゃ違いますね。さすがにね。そう、こんにゃく麺ってどうなんやろうと思って。麺少なめで麻婆豆腐トッピングしてみてくださいって。うまそう、それはうまそう。蒙古タンメンのこんにゃく麺はどうなんやろうと思ってせんかったけど。こんにゃく麺辛麺ならね絶対にするけどね。こんにゃく麺、うん、こんにゃく麺今日は何した？昨日は昨日だけやったのが後悔と何やっけ？後悔とガラスビンとだけ？うん。で今日は思い出せてよかったと STU48 をやりました。春夏秋冬もやったよでも。あそっか。あと1曲何？一応減ったの。え、何やろ一瞬で忘れる人たち、ね、一瞬で忘れる後悔と何やっけ。ね、何やっけ。あと1曲、うん、あれじゃない？フルやけんじゃない？あっちが後悔が。でも7曲7曲昨日も7曲今日も7曲何やろ。じゃあなんかあるはず。昨日やって今日やってない曲
春夏秋冬、今日が春夏秋冬と STU のティートと思い出してよかったをやったでしょ。昨日は後悔と何やっけ、どれ書いてる人なの、え、後悔、いや自力で思い出さんと、後悔と何やっけえ、後悔と何やっけ、後悔、聞いてください、後悔、わー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 、じゃん、イメージがあるの、サングラス、あーずれだ、サングラスデイズだ、サングラスデイズだ、確かに今日はサングラスデイズやってない、サングラスデイズでした、そうだそれだ、昨日はやったけど今日はやっていないけど、メールメールメール送りましたか、送りました、もう10時になります、メール送りましたし、ただお前は10時になりません、10時になっちゃう、まあやっぱフェスは明るい曲がいいですね、明るい曲をやるのが一番です、フェスですから、そうね、よかった間違ってる、それはしよかったね、それは6人で曲違う曲流れたら無理よ対応できました、16人はまあなんとか、しかも割といつもの16人だから対応できましたが、うん、もうこんなバラバラの6人で対応は致しかねます、致しかねますよ、本当に、いっぱい白白ペンライトも見えましたよ、本日1時半から紅茶15です、矢島さん、クマありがとうございます、ラジオトークのみんな、はい、大悟さんありがとうございます、よし、NKQ さんありがとうございます、you
疲れ様です。ちゃんと送ったんか。送りました。ちゃんと送ったんか。ちゃんと送りました。次のパフォーマンス系はそうですね。え、待って、次さらライブの予定ない。今月、うん、やばい、ないです、ありません。いや、そうよ、ありません。あるないですよ。あ、ない。あ、いやいや、ありました、すいません。あ、ジャズ、ジャズ。ジャズ。え、ない、私ないかもしれない。公園ない、チャートリもないし、花だれもないし、うん、ないです。ないです。個人ファンクラブぐらいです。大事。ファンクラブイベントぐらいです。そうね、あともうあると言ったら福フェスと生誕がいつあるかぐらいですね。まあ2月やばいね、全然ないです。ジャズは出ません。次はジャズ。え、ジャズいつ？27日でございます。ファンクラブイベントでございます。東京かぶってるよ。東京、東京なんや。そう、私は東京です。東京、東京でお待ちしてます。いいね。ゲバンツ。27日。ゲバンツです。まあお話し会はね、いっぱいありますよ。受付中なんでお待ちしてます。そう、また再配信よね。そう、お待ちしてます。ここで言うな。ここで言うな。自分の配信で言いたまえ。確かに。うん、こうで言うの。待ちてます。いや、意外と見とるかもしれない。そうか、うん、私も配信しますからね、安心してください。毎日配信、今日で終わりやろ。今日で終了。今日終了。今日で峰吉愛理さん毎日配信終了です。ま、ここに出とんのに、はい、ここに映ったけんもう終わり。やったきりだって終わってしまう。どうしよう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 、何に悩んでいる。これだよ、どっちでか。どうしよう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 。なるほどね。ワオファンタスティックベイビーは見て、まだチケット13枚もあります。あ、そういうこと。じゃあ13日休んでも継続になるってこと。はい、やばいね、それやばい。13日音信不通。それはそれ毎日配信じゃないや、もう。だいぶ違う。ファンタスティックベイビー、やばい、13日はやばい。2週間後に現れても毎日配信中です。毎日配信継続中。やばいね、それはやばい。すごいね、それはやばすぎ。すりゃやばすぎです、うん、並ぶさめちゃかわいいギフト、ありがとうございます。やばいね、私一枚も持ってない。多分一枚も持ってないさ。つながり、まあでも1年はやったから、人生経験として、アイドル経験としてやりましたから。ほら、0枚持ってません、私はチケットなんて。悲しい。なので本当に毎日しない限りは毎日配信にはなりません。サウが毎日配信した時はでもチケットなかったからね。確かに、ガチの毎日配信、ガチです。今48で一番やっとる人は、え、分からん。やばいね、分からんな。やばいね。だとしたらアワード選んでもらわな。確かに、称えられてない。そのアワード選んでもらわんと。本当ですよ。今年の目標それにしたら。年末にショールームアワードを取る。確かに、うん、強敵いっぱいいますからね。でも SK には取らないと、うん、素晴らしいことですよ。アピールしていきな。ミノシアリさんもよろしくお願いします。アピールしていかんと。
あわー、うん、10時だ。私はそろそろランキング読まないとね。よいしょ、今日はフェスありがとうございました。この後1時半からラジオゴチャ15でございます。わお、よろしくお願いします。聞いていただいててもいいですよ全然、はい、起きて聞いていただいても、聞きながら寝よう、はい、起きて聞いていただいてもいいですよ。ゲストさんありがとうございます。はい、赤江サンタさん、クマありがとうございます。そう、2日間のねフェスありがとうございました。アリちゃんの配信には私はいないですアリちゃんの配信するときには私はいないですね。もういいね、夜のお仕事があるんで夜のお仕事が待っているんで。夜のお仕事、夜勤行ってきます今から夜勤、かっこいい、夜勤で、それかっこいい、なんで夜勤に行ってきます。今日のは絶対引かないかんよね。そう、みんなと、そう、見せ所があるけんね。いや、ない、やめて、そういうこと言わないで、ないか、今日のラジオは絶対に聞いてください。そんなものはない、絶対に聞いて。夜勤です、みんな夜勤仲間、夜勤の人は仲間ですあなたのでしょ、私じゃないからねエアポッツブロー、あなたと一緒に移動していますとか出て、移動しています私のじゃないから、なんでなん、開いてないのね。それじゃあランキング読みたいと思います。48位ゆうきさん、24位まもるんさん、13位おいでます元気さん、12位 NKQ さん、11位ともゆきさん、10位おくゆきさん、9位ライグさん、8位バーバブさん、7位プレスさん、6位吉田健一さん、5位セリアさん、4位ゆうちゃん、3位赤色さんとさん、2位やじいまさん、1位ナーラブさん、ありがとうございました。それでは夜勤頑張ります。バイデー、夜勤頑張ります。受ける受ける、夜勤夜勤頑張ってください。それでは終わりたいと思います。それじゃあ終わります。ありがとうございました。バイバーイ、見えてバイバーイバーイ